皆さんこんにちは、ペソでございます。ワールドスタジオムですね。今日もやっていきましょう。スワローズとの12回戦になりますね。昨日は敗れてしまいました。今日は不調の竹内さん、ここは川崎健次郎さんだ。今岡さんが調子取り戻してきたな。でもまあ檜山さんもね、悪くないんでね。あー、矢野さん調子悪いな。ちょっと久々にね、山田さん行きましょうか。まあね、山田さんゲームでは実際より打つからね。パラメーターでしか見てないから。ただこのゲームでね、あれなのはね、硬いはずやけどね、肩が悪い設定になってるんですよね。リード面はもう全然やったけどね。悪い言っちゃ悪いけどね。新庄これはレフトライナーいい当たりでしたけどね。ボテボテピッチャーゴロ。初回は三者凡退。竹内さんだとそんなにね、ジャストミートされないんだよな。ああ、これはジャストミート。取れない。三振。打ち上げたレフトフライ、パウエルさん掴んでスリーアウト。わははは、セカンドゴロですね。さあいい当たり。ああ、しかしちょっと風にも流された。切れてファール。軽く打った。風が逆振る。センターへ。飯田さん掴んでスリーアウト。さあタイガースはこの回もね、ランナー出ませんでしたね。サードゴロ。ハンセンさん掴んでまずはワンアウト。小林さん引っ掛けた、セカンドゴロ。これでツーアウト。7番サード池山。さあ池山さんはレフトは昨日に続いて調子がいいですね。で絶好調真中さん。
山中さんの打球は面白い打球、新庄さん追いついた、よかった。はい、リプレイは飛ばしますね。さあタイガースは7番の大宝さん。さあタイガース不動の7番となりました。引っ張った、ぐんぐん伸びる、入りました。24号先制ソロ、今日は大宝さんが打ちました。ボトボトのショートゴロ。9番ピッチャー竹内、ファールゾーンへ。お、ショート弾いた。あ、しかしサードナイスリカバリー。これはいい当たり、土橋さん飛びついたけどファーストはセーフ。2番ショート今打ち上げたっていうかパワーになったな今間違えて。さあ大宝さんのソロで先制しました。まあ、上位打線打たなくてもね、そうそう、あの7番に大宝さん入れてるのはこういうことですよね。まあ、もちろん真ん中が役割果たさないとね、7番にいる意味ないんですけどね。まあ、パウエルさんかハンセンさんが出てくれるからね。ああ見られた。あーいいとこ打つ、左中間、スワローズの上位打線がすごい当たってきましたよね。これはピッチャーゴロ。アウト、竹内さんよく抑えるわ。3番セカンド武士君、いい当たり。あーしかしくれぐれもご注意ください。おー左中間より、あーい、おーフェンスダイレクト、取られたかと思った。4番ライト木山、いい球来ない、これだ。あははは、ボテボテのファースト。パウエルさんらしいヒットが出た。すごいね。ボテボテのセカンドゴロになっちゃった。さあしかしパウエルさんタイムリーで追加得点2点目が入りました。古田さんは打ち上げました。レフトフライ、ワンアウト。5番ショート土橋、
だと。6番ファースト小早川。小早川さん打った。右中間真っ二つ。池山さん仙台、これも終わって1、スリーアウト。7番ファースト逮捕。逮捕さん打った。センター右寄り。あ、しかし飯田さん追いつきました。8番キャッチャー山田。ハハ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 ハ。1番ライト真中。9番ピッチャー川崎。これはショートゴロ。真中さんさばいてツーアウト。1番センターリーダー。飯田さんはバットの先端、センターフライになりました。スリーアウト。1番センター新庄。新庄さんも2割5分まで打率上がってきた。おお、完全にアウトのタイミングやった。あー、ボテボテのサードゴロ。今こそも最強当たりないな。3番セカンド吉井君。お、これはセンターオーバーならない。飯田さんダイビングキャッチ。スワローズは2番の辻さんからですね。さあ、ここさえ出れば、ね、だいぶ楽になりますね。まあでもあと1秒あるのか、6回ぐらいやから。レフト工事9回に回ってくるよね、間違いなく。このまま3人ずつで終わったとしても。さあ、王子さん打ち上げた左中間より新庄さん飛びました。4番キャッチャー古田。古田さん引っ掛けたショートゴロ、スリーアウト。外の球を引っ掛けるね。もうちょっと流して打てばいいんだけどね。パウエル。さあ、パウエルさん今日2安打目。ツベース。さあ、ここで一発欲しいハンセンさん。ハンセン、打球の行方にはくれぐれもご注意ください。さあ、センター抜けた。取れなかったよね。よかった、ラッキーヒットやね。
ホームへ帰ってる間にね。さあこれで気落ちさか。ああ戻れて戻れない。抜けると思ってた。戸橋さんいい当たりだ。あ しかしちょっと上がりすぎましたね。新庄さん追いつきました。6番ファースト小早川。あど真ん中行っちゃった。7番サード池山。池山さんが2割1分で9本やったらね。30本とか打ってたとしても2割6分とかなんかそんなイメージですよね。さあラッキーセブンスワローズ割れてタイガースは8番の山田さんから代打出しましょうか。3点差ですしね。お山田さんヒットになるか。ならない。さあ八木さんはおおヒットなった。久々のヒット。1番センター新庄。さあどうだこれは。あ当たり好きだね。飯田さん追いつきました。2番今岡さんも元気だ。今岡ショートゴロスリーアウト。さあ代打の八木さんはね、ヒットで出ましたけども得点には結びつきませんでした。葛西さんいきましょう。さあスワローズも代打。おお稲葉さんだ。おおいい当たりセンター前。これは引っ掛けた。あれなんでやねん。なんでセカンドに投げん。田村さんかわいそうやん。これ失点したら。あー持ってかれた。珍しく落ちたね田村さんのスシンカーが。あーセンター。あーよかった。1点で済みました。すぎて合わない。これは上げすぎたな。ホージさんの加点。今日は4打数1安打。打率下げちゃったね。ライト檜山。ボールか今の。あ手が出ちゃった。さあ行くか。あー届いた。21号ソロ再び3点差。
4番の貫禄やね。いやね、もうちょっとね、パウエルさんホームラン出るんや思ってたらね、意外やったね。多分あの、なんだ、パワー設定やと思うんだけどね。多分 ABCD で言ったらパウエルさん D か E なんだろうね、これ。ハンセンさんもしかしたら C ぐらいかもしれんな。で、ヒロパさんが B で、タイホさんが A とかなんだろうね。あ、3点差や。一応リベアさん出そう。ちょっと心配やけど。ピッチャーリベラ、さあ、まずは打ち取りました。セカンドゴロ。7番サード池山、高速スライダー。おお、引っ掛けた。8番ライト真中、打ち上げました。今日はきっちり抑えてくれました。ゲームセット、よかったね、勝てて。ホームランは大鵬さんと檜山さんにね、1本ずつ出ましたね。檜山さんも20号到達のペースがね、早かったですね。これ最初からずっと使ってればもしかしたらもう同じぐらいね、檜山さんも打ってたかもしれないけどね。結構坪井さんにスタメン譲ってる時期が多かったですからね。これあーでもそう数で考えたら檜山さんの方が超えてるかもしれんのか。さあ、他球場はベイスターズとカープが勝ちましたね。斉藤隆さんまた勝ってる。で、沢崎さんも前回確か負けてた記憶があるので、あ、ま、マキで負けてるのね。まあ1点差か。3連戦終わりましたんでね、ちょっと新聞見てから勝敗表とかまた見ましょうか。あとカープとかな、それで4回り目か。あ、あ、そうマジック点灯。まだだって54試合でしょ。あ、そう、新庄さんね、マルチ、パウエルさんとね、パウエルさんまた3割が近づいてきましたね。今日の野球くん占いは、中吉ということですね。はい、では、じゃあマジック点灯したということで、早っ。まずは順位表ね。マジック63か。ああ、そういうことか。ね、まあ、要するに2位以下のチームの自力優勝の可能性がなくなったということですよね。ちょうどジャイアンツと、ね、ドラゴンズが2連あのドラゴンズも2連敗して勝率が5割なんですね。ああ、なるほどね。でベイスターズが2連勝して、まあ、対象チームがどっちか、ね、今のところは分かんないですけど、でこの後は
あ、そっか、またドラゴンズとも、ドラゴンズとカープとがね、4回り目が残ってるということですよね。カープに対して相性悪いからね、6勝3敗やからね。はい、バッター、打率はもちろんね、4割超えの文心君、今岡さんが単独2位、アンダースもそうやね、今岡さん、やっぱり今岡さんミートゾーン広く設定されてるよね。ヒットあんだけ出るってことはね。スリーベースは新庄さんで、ホームランはね、ダントツですね、37本、60試合終わったところで40本やった、80本見えんのかで、盗塁がちょっと最近ね、今日この3連戦は飯田さんじゃない、古田さんやったからね、相手がね、キャッチャーで、偏差値はね、相変わらず分身君、勝利打点、被打点ね、三冠王の状態は続いてますね。フォアボールがね、ない、ほとんどないからね、ゲーム的にね、塁打数ダントツやなさあ、ピッチャー、防御率はヤブさんですね。次またヤブさんに、あ、そうか、ヤブさんやね、またで、西武久々にね、リベレさんついて単独17セーブですね。そうね、フォアボールとかほとんどないんやけどね、うちらに対しては打っちゃうからね、その前にね。はい、ということでございます。日程は次はどっちだ、カープとですね、先に。で、ドラゴンズか。ということです。6月でマジックついちゃったよ。では、また次回です。それでは、さよなら。